口笛はなぜ遠くから聞こえるの、あの雲はなぜ私を待ってるの、教えてほじいさん、教えてほじいさん、教えて アルプスの森の精霊。はい、どうもこんにちは、かずみ犬です。今日は発声練習をしたいと思います。舞台に向けて第3弾頑張っていきたいと思います。筋トレをやったりウォーキングをしたりしたと思うんですけども、やっぱり声が通らなければお客さんに何言ってるか伝わらないでね、私ね思ったんです。こう大鳥さんと一緒にこうロケをさせていただいて、大鳥さんの声って素晴らしく綺麗なんですよ。すごく通るんです。で明るく聞こえるんです。で私すごいね、自分の中ではめちゃくちゃ明るく喋ってて、すごい大きな声で喋ってるつもりが、いざ見た時に全然喋れてないんですね。こういう風が強い日とか特に。カズミーヌ、ここをなんとかしなければ舞台には立てません。頑張るぞー。あ、い、う、え、お。難しい。声を出すときにちゃんと鼻の奥っていうんですか、この舌のザラザラしたところの奥から声を出すらしいです、らしいんです。とか大鳥先生から教わりました。あ、い、あ、い、う、え、お、お。うが難しい。難しい。